モネロはピアーツーピアー型の暗号通貨である。リング署名による送金の図解。モネロのブロックチェーンは3つの方法を組み合わせて匿名性を提供する。リング署名は送金者の情報を他の取引の中に紛れさせてわからなくする。そしてステルスアドレスは受取人のアドレスを隠す。さらにリング CK により決済金額を取得する。これらにより モネロは非等価なブロックチェーンを実現している。これがビットコインの透過的で追跡可能なブロックチェーンとの大きな違いである。それゆえモネロは匿名であり、任意で透過的になれるとされる。モネロの鍵は閲覧用と送金用があり、それぞれに秘密鍵と公開鍵がある。閲覧用鍵のみでも決済履歴を参照することができる。 ただし正確な決済履歴の金額を見るには送金用鍵が必要で閲覧用鍵で見られるのは大まかな概算のみである。これは計算能力の限られた携帯機器にも対応するためである。日本ではコインチェックで2016年9月23日より取り扱いが開始されたが2018年6月18日に取り扱いが廃止された。ありがとうございます。